政治学者三浦瑠麗氏の暴論。非核三原則をして北朝鮮との国交回復を。キム・ジョンナム氏暗殺に続いて日本の排他的経済水域に向けて弾道ミサイルを複数発射するなど暴走が止まらない北朝鮮。ほんと誰か止めてよ。北朝鮮は20発程度の弾頭を保有し、核攻撃を受けても核兵器を温存し報復攻撃ができる第二撃能力を有する歴史とした核保有国。何回も核実験やってるしな。そんな北朝鮮に対して日本政府は過去15年間対話と圧力、対話と圧力の繰り返し。小泉総理の頃からでしょ。何も変わってないじゃん。そうなんだ。そこで三浦氏は日本は北朝鮮に対し軍拡と融和を共に進めなければならないとして、日本自身が核抑止を成立させるために核シェアリングをし核持ち込みを容認すべきだと主張。つまり非核三原則のうちの持ち込ませずをなくすってことね。そうそう。さらに国交正常化を図り経済協力として金を渡すべきだとしている。そんなの何に使うか分かんないじゃん。でもなんで三浦さんはそんなこと言うんだろうな。それは全面戦争をしないため。トランプ政権が国内政策を重視している中、日本は北朝鮮に対して強硬姿勢をとって戦後からの関係を終わらせ新しい関係を築く時だと提案しているんだ。そんなこと本当にできるのかな。この暴論、あなたの心に響きましたか。心に響いたと思う人、札を立ててほしいんですね。あれ、こっちはほとんど×が3人。瀬山さん間違えたんじゃないですか。瀬山さん自分の方に向いてるんじゃないんですよ。大丈夫。まずどう、私は原発にしてもそうだけど、まず核を日本に持ち込むっていうのは絶対的に反対なので、もうそんなことじゃなくてもっとサイバーテロでなんか国を崩壊させるとか、違う方法があるんじゃないかなっていう意味で。あ、なるほど。私は×です。わかりやすいね。わかりやすい。わかりやすい。瀬山さん、私はなんか核がある国とない国でこうやってこう力関係が生まれてしまっているので、もう基本的にみんなが持っているその人間の力としてもうシェアリングするっていう考え方はなんとなくもうそこはいいかなってちょっと思っちゃったんですよね。なるほど、はい、小山さんいかが。私も核は絶対持ち込んでほしくないなって思うので、できればもうこの世界からなくなってほしいなぐらいの感じなんですけど、でもまあ持たない国とか持っていく国とか言ったりしても、まあ、北朝鮮みたいに作ったり一般的な意見。もう忘れてください。うちのお母さんみたいな。一般を言っていきます。一般で言ってました。はい、マルチタレントだからね、彼女は。ね、そうね。はい。今の北朝鮮と国交正常化して何がどう正常化になるのかわからないというか、ああいうふうになんか独裁政権でっていう国と正常化して何の得があるのかわからない。なるほど。勝谷さんからいこうかな。まず日本が核を持つことはアメリカが絶対許さない。日本を、武装解除してそれでアメリカの奴隷国にしてるわけだから、だから便利な時はうちに電話しなさいと、欲しい時はうちがやってあげるからというのが今の国際秩序。それと北朝鮮と国交正常化して何がいいことあるのかなと、とにかく人を送り込むことができる。今何も情報がないんですよ。衛星から撮ってないか分かるけれども、あそこの実情は分からない。日本とアメリカは武力的には我々の拉致されている同胞何十人もいると言われている。そこを取り戻す能力はあるんだけれども、情報がないんですよ。どこにいるのか、何を指されているのか。勝谷さんはそれで賛成なわけね。核の共有はしてもいいと。もちろんです。だってもう持ってんだから。核の共有をするのは、じゃあ質問これ、核の共有をするのは核抑止力を持つため、何のために核を持つんですか。いやいや、これは政治的な意味ですよ。非核三原則、佐藤栄作さん、これ彼でノーベル平和賞を取った、そうで、お兄さんの岸信介元総理がいくら言ってもここは譲らなかったと言われてる。だけど一方でその後明らかになったのは、沖縄返還の時に若泉さんが動いて実は密約を結んでアメリカは自由に持ち込めるというんで、非核三原則が最初から穴が開いてた。だけれども広島長崎の被害国だから、そういう被爆者との感情を考えると、この問題はある種の戦後のタブーの最大のものだったと。
思うのね。そこをまず打ち破って、日本がいきなり持つというんじゃなくて、日米同盟のアメリカが事実上は日本に持ち込んだりしてるけれども、それを表に浮上させて、建前論じゃなくて抑止っていう政治的な意味の抑止も含めてシェアリングすると、うん、でもそこでね、うん、シェアリングっていう言葉が出てくると、ね、要するになんか日本もね、その使用であるとか運搬であるとか、そこに一定程度の介入ができるというような、そういうイメージですよ、シェアリングって。いや、いずれその先にはあるんですよ。でただあの、それをじゃあアメリカが認めるのかっていうと、絶対的に認めないだろうな。それはそうなんですが、でもさっきから出てるように、トランプっていう新しいタイプのリーダーが出てきたところを捉えて、日本ももうタブーをタブーのままにしておかずに、現実的なリアリスティックな議論をやるべきだっていうのが、まあ、彼女は自分のことをリベラルだと言いつつも、右左の論争に終止符を打ちたいと。分かった、で賛成論が2人出た。じゃあ、まあ、反対論からいこうかな。じゃあ藤井さんからいこう。藤井さん、まあ、反対論どうする。比較三原則を捨てるのは賛成だけど、北朝鮮との国交回復は先ほど誰かおっしゃったけど、何の日本にとってプラスもないですよね。ということは比較三原則は賛成で、比較三原則を捨てるのが賛成で、国交回復のところ、核武装も賛成で、ということはじゃあこうじゃなくてさ、こうだな。まだありなんですか。それありですか。ただニュークリアシェアリングっていうのは言葉でね、あって実際にアメリカがシェアすることはないんですよ。もう国家試験の発動だからね。その政治的なプロパガンダとして、あの、日本と一応シェアリングしますという形で、日本専用の潜水艦をそばに置いといて、ちょっとじゃあ須田さん、罰でしょ、罰。どうして罰？ああ、だから先ほどから申し上げたように、まあ、比較三原則を捨てる、シェアカー、ね、カーシェアリングならぬ核シェアリングっていうのは現実問題ナンセンスですよ、はい、アメリカがそんなの認めるはずもない、はい、北朝鮮との国交回復に関して言うと、国連に加盟国っていうのは今全世界で196カ国あるんです。196カ国のね、そのうち北朝鮮と国交のある国は163カ国あるんですよ。国交がある方が当たり前なんです。ない方がおかしいんですよ。でその中でじゃあ国交回復したからといって、北朝鮮側が国交回復してもらってよかった、じゃあ日本のためにこれしましょうっていうことになるか、なるわけないじゃん、ね、そういった基本的なことを全く知らないから罰だということですね。まあ、国交回復もないということね。まあ、国交回復したって意味がないってことですよ、ない、はい、分かりました。で罰、武田さん、お待たせしました。お待たせしました。ご自分のお意見、はいはい、質問じゃなくて、まあ、この、 彼女は優秀な人だと思ったけど、もう全然全ての行が論理破綻してるから、もう検討に値しない。全然全然暴論にもならない。それ自体が暴論ですよ。論理破綻というそのロジックをちゃんと言って。核の抑止力で、第2撃の核使用抑止力を陸上の核に依存するなんて言ったって全然無意味だし、はい、まずそこね。それから北朝鮮との国交を回復したら何が起こるかっていうことも全然、うん、論理がないから、ない。彼女は政治学者だって政治家じゃないんだから、うん、学者としてきちっと論理のあることを言わないと、うん、後ろにこれは隠してますけど、ムーブメントを起こすためだっていうんだったら政治家に直してほしい。原さん、何この真ん中で。さっきあの藤井さんの言ってたのと相当近いんですけど、うん、何、いやだから僕はその核抑止力についての議論をしましょうという限りでは賛成と、うん、でそれはあの、まあ、もちろん難しい議論なんだけども、そのアメリカを含めてその周りの国の不透明性がすごく高まってるという中で、今までのままじゃいけないでしょうっていうのは賛成、うんうん、でただその議論がなんかあの論理的なのかっていうところについては、あの武田先生おっしゃるところに賛成で、あの一方で金を渡しますのところはもう全然反対。金しかし原さんもさ、なんか序列が下がってきたら一生懸命喋るんだったね。喋ってくださってちょっと金のところ聞こう。金は出す必要がないって話。金を出してその正常な政権になる見通しがあるんだったら出したらいいけれども、とてもそうは思えない。ちょっといいですか。そのね、経済支援でね、北朝鮮がなびくはずだというね、そういう思い込みが古すぎるんですよ、情報が。今どういう状況になっているのかというと、北朝鮮にはですね、手つかずの地下資源が埋まってる。これはアメリカのシンクタンクの試算なんだけども、600兆円以上って言われてる。レアアース、レアアース、レアメタル、あるいは鉄鉱石、石炭。結局丸橋は最終的にどうなるんですか。そう、皆さんもどう、ちょっと今のこの話聞いて、皆さんでちょっとやっぱりやめるっていう。じゃあこっちは丸一個、うん、こっちは当然丸だよ。議論を始めなきゃ何も進まないよ。戦後70年でもういいんだよ。原さんどっちかにしないといけない。じゃあどっちかというと、どっちかないと、どっちかと言ったら罰。というわけで、三浦瑠麗さんの暴論は3